こんばんは、YouTuber の香川です。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。関東地方は今日一日ね、雨が降っていましたけど、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。月曜日ということで、音声配信メディアのニュースまとめですが、はい、ついに日本一のアレが決まりましたね。かぐわ飯。この番組はYouTuber であるかぐわが YouTube や音声配信周りのニュースや話題、また動画制作の裏話などをゆるうりとお話しするラジオ番組です。全16アプリで好評配信中。レック、スタンドアプリ、ポッドキャストなどお好みのアプリでぜひご登録、いいねよろしくお願いします。さあ、今日はですね、音声配信メディアのニュースまとめということで、4月6日から2020年4月6日から12日までの、音声配信メディア関連のニュースをまとめていきましょう。まずは注目ピックアップです。結城葵さんはツイッターを使ってます。声優朗読会ツイッター2020年4月8日、はい、こちらはですね、人気声優の結城葵さんがですね、ツイッターでつぶやいたものをピックアップしました。何かというと、コロナ自粛に向けてですね、声優さんがこう朗読をしようと。でその時に、青空文庫といって、著作権が切れて、有志の方々が入力された、日本、文学の、サイトがあるんですね。坊ちゃんですとか、あと、羅生門とかですね、そういう、過去の、文学作品の、様々な作品が、ネット上で公開されていて、それを結城葵さんが読むと。でその時にどんな話がいいですかと、皆さんに聞くようなツイートをして、ドドドッと作品が集まったということなんですね。で結果、一つの作品が決まって、結城葵さんが、サウンドクラウドという音声配信サイトに実際朗読がアップされています。いやーすごいですね。もうわずか数日で、そのサウンドクラウドの結城葵さんのアカウント、1500人以上のフォロワーがついたということです。ですから、そういった著作権が切れた、ね、作品を朗読する声優さんが他にも出てきて、ハッシュタグ声優朗読会というようなタグでですね、にぎわいを見せているということです。いやー、ですからその、星野源さんなどアーティストの方々の、コロナ自粛の動き、まだまだ本当広がりそうですね。企画プロモーション関連。 J-WAVE 初音声配信スピナー、音声ドラマやポッドキャストなど無料聴取、 AV ウォッチ4月7日と。ラジオ局のですね、J-WAVE が、ブランドをね発表したと。スピナーという、名前でポッドキャストやいろんなものを配信していくということですね。テンセントがアメリカユニバーサルミュージック株の 10% を取得完了。 36KR ジャパン4月6日。いやー、テンセントすごいですね。中国の IT 大手ですけども、アメリカのユニバーサルね、 10% 取得ということで、ついに音楽業界へも進出という話題です。ラジオトーク代表井上さんと対談を生配信するよ。聞くだけでわかる SNS 活用トーク、ラジオトーク4月10日より。人気配信者の、ワイザンさんという方と、ラジオトークの社長さんがですね、公式にトーク番組をするよという回を、つぶやいたというツイートです。ツイッターでもつぶやいていったり、あとは実際にその配信はラジオトークでも流されていたり、あと YouTube でもアップされていますね。ラジオトークさんも先日新しい機能、複数人の番組収録と
いう機能を発表したばっかりですけども、まだまだいろんな機能アップなどなど展開が期待できそうですね。 TBS ラジオアトロク放課後ポッドキャスト4月9日より Spotify 限定で配信開始。時事 .com 4月9日はい、実際のラジオ放送ですね。実際のラジオ放送の、まあ出張版というか追加版というかスピンオフというか、それがですね、ポッドキャストで Spotify 限定で配信されると、もうフォローできますので興味ある方はぜひ聞いてみてください。 Spotify で聞けます。まあラジオ放送そのまんまのテンションですので、もう本当に安定感のある番組ですね。ザ・ストラッツ自宅からスパイスガールズのカバー演奏を公開。4月11日ですね。ディスカバーミュージック4月11日。これはですね、プレイリストやカバー曲を YouTube にアップするなどなど、まあ、昨今の今時のアーティストさんがネット上で行うプロモーション活動がうまくまとめられた記事だったのでピックアップしました。プラットフォーム関連。テレビ東京シナプシュ×ボイスメディアボイシーの共同企画、育児に奮闘する大人たちの肩の力をプシュッと抜く、パパママ向け新チャンネルシナプシュラジオが放送開始。プレスリリースより4月7日と。いやー、ボイシー相変わらずアクセル踏んでますね。新番組ということで、そうですね、育児関連のテレビ東京とのコラボ企画ですね。いやー、本当相変わらずこういった企画力すごいですね。ジャパンポッドキャストアワーズ。ジャパンポッドキャストアワード公式より4月10日。はい。ついに日本一のポッドキャスト番組が決まりました。はい。途中ノミネート作品が発表された時もこのニュースまとめで取り上げましたが、栄えある第1回の日本一のポッドキャストは歴史を面白く伝える古典ラジオに決定と。ヤフーニュース4月10日。各ニュースメディアで、報じられています。古典ラジオね、もう歴史愛のすごい、伝わってくる番組です。ぜひ皆さんも聞いてみてください。照明一体型プロジェクターポップインアラジンがラジコに対応。ファイルウェブ4月10日。すごいですねこれ。要は照明ですよ、照明。シーリングライト、天井の照明、部屋の明かり、あれにプロジェクターがついてて、かつ、ラジコも対応するみたいな、そういう天井から音楽が聞こえてくるって、そういう機械ですね。君は放課後インソムニア×ラジオアプリスプーン配信者が CM や広告動画に登場と。コミックナタリー4月10日。うん。アニメとね、音声メディアというのはやっぱり声優さんと絡むっていうことではね、すごく相性いいですよね。漫画とか。はい。スマホの次の時代は音声だ。声のブログ、ボイシーが目指す未来。WWD Japan 4月10日。はい。こちらはボイシー社長のインタビュー記事ですね。結構ロングインタビューなので非常に読み応えのある内容になっています。で、気になったところなんですが、パーソナリティが多すぎて聞く人がばらけてしまったりすることを避ける。はい、ということなので今後審査が甘くなるということはなさそうですね。もう厳選した人を番組を作っていくということが分かるくだりがありましたね。うん、私がボイシーデビューすることはまあしばらくないでしょう。レックにバッチ機能登場、モチベーション維持に良さそう。 KT@InstaTwitter の情報屋より4月11日。はい。コウキチ T さんの、番組で言っていたんですけども、レックという音楽
音声配信アプリの、機能の追加ですね。私もレック配信していますが、いいねをしたり、フォローされたりするとなんかバッジがもらえるっていう機能ですね。ノートとかにもありますよね。あのモチベーションを維持する、何か活動するね目安になるので、いいかなと、私も思います。現時点では最大8個で結構すぐ達成できちゃう、バッジなので、まあ、まだまだあのスペースを見るとかなり空いてるのでまだまだ増えそうですね。音声コンテンツ全般。結城真央美さんがスタンド FM でチャンネルを開設。家具はノート。4月9日より。はい。これこれ、すごいんですよ。結城真央美さん、ご自身が、本当に手作りで、スタンド FM でチャンネルを開設したっていう話です。いや、本当に本人ですね。はい。マルチでタレント活動されている結城真央美さんがスタンド FM で開設したと。はい、新型コロナウイルスに負けない音楽活動。新曲ポッドキャスト&プレイリスト、ゴーイングアンダーグラウンド松本さんとのインスタグラム配信、ミッキー4月8日より。こちらはですね、先ほどの記事にもあったようにこう今時のアーティストの方の活動履歴がまとまっていたいい記事だったのでピックアップしました。いろんな SNS を活用するなどなどの方法が書いてありました。フローバック公式ブログ、眠れないように布団をかぶって、LINE ブログ、4月8日。はい。アーティストの方のご本人が定期的にプレイリストを公開しているということですね。いや、ですからアーティストの方も含めてそのプレイリストでまず、聞いてもらうっていう戦術は今後まだまだ広がりそうですね。ビリー・アイリッシュ、外出自粛生活を満喫中。エキサイトニュース4月8日。有名アーティストさんが、ご自身のポッドキャストで、コロナ外出規制の、状況をですね吐露しているという話です。ですから海外だと本当ポッドキャストなんか身近な媒体になっているんだなと感じさせる記事で取り上げました。東野浩二 YouTube 4月10日より。こちらですね、東野浩二さんの公式 YouTube チャンネルなんですけども、ラジオ番組として YouTube を立ち上げています。でもう毎回ほぼ10万再生を言っていて、登録者も10万人いったよということでピックアップしました。いやー、ラジオだけでこのペースって本当すごいですね。富永愛モデルへの道番外編ポッドキャスト最終回、ボーグジャパン4月10日。はい。富永愛さんが、語られていたお話しされていたポッドキャスト最終回ということですが、今後については特に触れられていませんでした。プレイリスト関連。 Spotify のリンクトイン公式プレイリストが謎。 Gizmodo Japan 3月15日。はい、こちらはちょっと古い、記事なんですけども、忘れていたのでピックアップしました。リンクトインという海外の、本名などでやられている、SNS なんですが、転職などによく使われているということなんですが、プレイリストがすごいんですよ。不意にクビになった時に聞きたいプレイリスト、他の仕事を探すことになった時に聞くプレイリストなどなどですね。いやー、すごいですよね。セガ、Spotify にてテレワークにぴったりなプレイリストを公開。セガもね、プレイリスト出してきましたね。で、人気ゲーム、ぷよぷよですとか、龍が如くといったゲームの関連する曲をピックアップしてます。なんかすべてね、癒し系なんで、これゲーム知らない方でも結構おすすめだと思います。ジュジュ、本人セレクトの人気楽曲プレイリストを公開。スパイス4月8日。
まあ、レックミュージックと D ヒッツのみなんですが、アーティストのジュジュさん本人が、セレクトしたプレイリストだそうです。キラーピエロ広告によって引き起こされた Spotify のプレイリストの苦情と、これ何かというと、そのプレイリスト、いろんな楽曲をリストにして、まあ、それを一つの、ね、メディアというかコンテンツとして提供しようなんていう戦術が昨今一般化しつつあるんですが、ただやっぱり一曲一曲ちゃんと聞いてみないと何が入ってるか分かんないっていうことがあるわけですね。でこれはその子供向けのプレイリストとして提供したものなのに、曲の確かどっかの一部にそのキラーピエロ、ホラーというか、シリアルキラーというか、そういう、まあ、適切でない音声が入っていた楽曲があったということで、苦情になったという話です。怖いですね。ジャズ漫画ブルージャイアントがライブ音源を集めた新プレイリストを公開。はい、ジャズ漫画のね、ブルージャイアント、もうこれは Spotify とのコラボということなんですが、まあ、ぴったりの PR 戦略ですよね。トレンド関連。アーティストに支払いを。 Apple Music がインディー音楽支援に5000万ドルの基金設立。ヤフー個人ニュース4月11日。はい、 Apple Music も、アーティスト支援に乗り出しましたね。いやー、5000万ドルってことは、50億。うん、すごいですね。 FM 横浜フューチャースペース出演全員のテレワーク生放送を実施。プレスリリース4月8日より。いやー、ラジオ局もね、もうとにかく喋るということですから、もう飛沫しますからね、この流れは広がりそうですよね。巣ごもり需要でプレイリストに注目する美容ブランド税、ディジデー日本版4月10日。はい、まあ結構その巣ごもりで、家の家事をしながらラジオを聞くという方、やっぱり女性に多いと言われていますが、そこに向けたプレイリスト戦略というのはもうあって、美容ブランドということではまあまあ理にかなっていることかなと思います。データ統計調査関連。ノートは6周年を迎え、月間アクティブユーザーが4400万人を超えました。公式リリースより4月7日。いやー、ノートすごいですね。確かにノートいろんな反応があるんですよね、アップするとね。まさか4400万だったとは、すごいですね。ですからまあ、音声配信の、投稿もできますので、いわゆるマネタイズを考えられている方の選択肢の一つとしてはもう全然ありかなというふうには思います。農業系ポッドキャスト21選が面白い。家具は4月8日より。農業関連のポッドキャスト番組を集めたまとめ記事です。21個もねあるんですね。まだまだありそうな気はしますけども、まあ農場にね車で行くっていう方多いと思うので、であと内容としてはね、やっぱり食と安全っていうことではどなたにも万人向けに聞きやすいと思うので、まあ農家さんとポッドキャストって多分ものすごく相性いいんじゃないかなと、思います。はい、その他個人的に気になった話題4件、それから編集後期はぜひ、ノート、有料ですけどもノートの方で、確認していただければと思います。はい、今週も音声配信メディア関連いろいろなニュースがありましたね。個人的には何気にレック、まあ再後発とはいえ、ちょこちょことアップデートがされていて、なんか中のエンジニアさんに ものすごくプロダクトをちゃんと愛してらっしゃる方がいるなという印象がするので、今後もなんかすごい、期待が持てる気がします。やっぱりアップルによっては
iPhone と、Android 差をつけちゃうあの開発もあるんですよね。残念ながら私 Android ユーザーなので、なんかね開発の温度差を感じちゃうとテンションが下がっちゃうんですよね。でもレックはなんか本当に中に分かってる人がいて、その方がもうあの地道に地道に儲けとか、売り上げとかで関係なく、もうプロダクトを良くしよう良くしようっていう人が、人やチームがいるっていうのがなんか分かるような開発のこのスピードな感じはしますね。なんかノートのちょこちょこアップデートした時のなんか勢いを感じますね。だから本当レックはね期待ですね。これからも頑張ってほしいと思いますし、他の配信音声配信メディアも頑張っていただきたいと、頑張って、盛り上がってね行くといいかなというふうに思います。はい、というわけで4月6日から4月12日までの音声配信ニュースのまとめでした。最後までご視聴ありがとうございました。明日が皆さんにとって良い日でありますように。止まない雨はない。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。